です。高松市立高松第一高等学校の皆さん、まず課題曲です。島岡新作詞、青島博史作曲、混声支部合唱、青春のノートブック。指揮は木村俊明先生、ピアノ伴奏は中村純子先生です。それではこの高松市立高松第一高等学校の学校をご紹介しましょう。四国の玄関口高松市、その中心部に高松第一高校があります。自主自立の精神が学校のモットーです。合唱部は3年連続このコンクールの四国代表となっています。部員は72人、そのうち男子は26人です。練習は朝と放課後ですが、放課後は
腹筋運動を取り入れた発声練習を行います。忍耐力を養うことにも効果があるそうです。今年も全国一を合言葉に練習を続けてきました。では